ご紹介をいただきました地元の御御霊が選挙区の衆議院議員の中川福志郎であります。今日は防災エバンク研修所の竣工式にあたり、お招きをいただき、皆さんとお会いできることを大変嬉しく思っているところでございます。私は自民党で、東日本大震災復興本部長を務めております。公明党は復興本部の代表が井上副代表であります。震災も9年目を迎えますけれども、これまで毎年自民党と公明党はお互いに情報交換をし、そして常にですね、先月去年の夏に第8次提言を行いましたけれども、お互いに連携を取って震災対策に万全を期してきたところであります。石井大臣時代にもですね、大変アドバイスとか予算付けてですね、大変お世話になって、この東日本だけではなくて全国の防災対策を講じてきたところであります。東日本大震災の時をですね、こういう仮設住宅はですね、福島県だけでね、16,800戸作ったんだ。今でもですね、だいたい5,000戸ぐらいは残っている。南相馬市だけでですね、1,900戸ぐらい残ってますけれども、住んでるのは今72戸、100人余りだとこう思っておりますが、災害時にですね、やっぱり被災者に対してまず住む環境を作るということは、命を守るという意味で最も大切なことだとこう思っておりますので、こういうですね、さまざまなアイデア、あるいはまた先ほど丹野社長がおっしゃっておりましたけれども、技術とかそういうものを結びつけてですね、こういう仮設住宅というか住まい、あるいはそれをですね、集合住宅化していく、そういうことにはですね、舌を巻くばかりであります。どうぞですね、この前河川局の専門家の皆さん方の話を聞いておりますとですね、海の海水温というのはものすごく高くなっている。なかなかこの海水温が低くなってくるということはすぐにはできない。だからどうしてもですね、河川の氾濫というのは毎年3年とか4年とか相次いで起こるものであるというのがですね、これまでの我々の歴史の教訓であります。カソリン台風とか神奈川台風も相次いで、大氾濫を犯しておりました。そういう意味ではですね、まさにこういう形のですね、防災対策、備えあれば憂いなしという意味でですね、皆さん方がですね、こういう知恵を出していただいたことは、国民にとっても安心材料であるというふうに思っているところであります。今後もですね、オリンピックを前にして今中国ウイルスっていうか、コロナウイルスの細菌をですね、どうやって撲滅するか全力投球しておりますけれども、あらゆる防災にですね、全力投球をしていくことも大事なことであると思っております。皆さん方のですね、この対応が国民全体の防災対策になることを心から念願をしてですね、お祝いの言葉に変えたいと思います。頑張りましょう。